ゴッホはなぜ死の直前にこんなにも優しい絵が描けたのか。そこには小さな命への愛しい思いがありました。ゴッホは晩年精神の状態がとても不安定で、幻覚などの発作に悩まされ、絵の具を食べてしまうこともあるほどでした。そんな中、ゴッホを支え続けた弟テオのもとに子供が生まれました。ゴッホと同じフィンセントという名前が付けられた男の子。そんな甥っ子の誕生を祝い描いたのが、花咲くアーモンドの木の枝という作品です。大きく枝を広げたアーモンドの木と晴れ渡った空が美しい一枚です。ゴッホが拳銃で亡くなる5ヶ月前のことでした。今開催中のゴッホアライブでは、花咲くアーモンドの木の枝にも包まれることができます。世界中で人々を魅了しているゴッホアライブは、兵庫県立美術館ギャラリー棟3階で6月4日まで開催中です。